おまけ。それぞれの属性と君だけのナース。あっちゃんはいいよな。なんだやぶから棒に。あっちゃんっていろいろ属性持ってるじゃん。それが羨ましくってさ。属性？まずのんけだろ、琴職人だろ、それから硬派に坊主にイケメンにマッチョに幽霊にブラコンに、ほらいっぱい属性持ってるじゃん。琴職人は属性なのか。それの何が羨ましいって言うんだよ。俺は逆に少ないっつうか、むしろ陽キャゲイしかないんだよ。あっちゃんに比べて俺のキャラ設定適当すぎじゃね？エロいことに超積極的とか言うのもなかったか。あれは属性っつうか、ただの性格じゃん。それにエロいのに積極的なのって男としては割と普通じゃね？まあ否定はしないが。俺もなんか属性欲しいよ。あっちゃんも一緒に考えて。しゃあねえな。じゃあまずは見た目から入るか。お前は男前っつうよりは可愛いって感じだよな。もう一回言ってください。可愛いって感じだよな。もう一回言ってください。可愛いって感じだよな。もう一回言ってください。しつけよ。何回言わせる気だよ。だってあっちゃんから可愛いなんて言われるの初めてなんだもん。まあいい。そういうわけだから童顔を属性に加えてもいいんじゃないか。童顔ね。気に入らないのか。童顔って実はゲイ界隈ではそんなに受けよくないんだよね。あっちゃんみたいな男臭いイケメンの方が圧倒的に需要あるんだよ。俺もそういう系の方が好きだしね。むしろあっちゃんが好き。続きやってくぞ。無視かよ。つか俺の琴職人が属性として許されるんなら、お前も化学工場勤務とか入れとけばいいんじゃね。それただの職業じゃん。何のプラスにもならねえよ。琴職人も職業の一種なんだが。でも琴職人ってなんか硬派な感じするじゃん。自衛官とか消防士ほどじゃないけど、男臭いイメージあって、やっぱ魅力度プラスだよ。ちなみにノンケ界隈じゃどういう職業が人気だったの？そうだな、やっぱり一番はナースじゃないか。俺も結構好きだし。あとはキャビンアテンダントとかモデルとか。なるほどな。あれ、ヒロタカどこ行ったんだ。さっきまでいたと思ったんだけどな。あっちゃん、お前寝室こもって何してたんだよ。で、なんじゃその格好は。ピンクのナースコスだと。しかもミニスカ。いやほら、昨日あっちゃんがナース好きって言ってたじゃん。だから喜んでくれるかなと思ってさっき買ってきたんだよ。女のナースコスな。てめえが来てどうすんだよ。普通に気持ち悪いわ。すね毛も普通に見えてんじゃねえかよ。そのギャップがたまらないんだろ。なわけあるかバカ。それ自分で鏡見て可愛いとか思ったのか。ちょっと。もうバカ、ほんとバカ。てめえのナース姿なんぞごく一部のマニア以外に需要ねえよ。男のロマンを汚すんじゃねえ。全世界のノンケ男子に謝れ。土下座で謝罪しろ。そこまで言わなくていいじゃんか。俺はただあっちゃんを喜ばせたかっただけなのに。あっちゃんひどいよ。俺は喜ぶ。おい、何も泣くことはないだろう。悪い、俺が言い過ぎた。だから泣くなって。本当に悪かったって思ってる？思ってる。本当に本当？本当に本当だ。じゃあお詫びとしてあっちゃんのチンポしゃぶらせて。またそれか。って早速脱がそうとしてんじゃねえよ。つうかこの展開何度目だよ。優勝版のおまけもこのうちなんだぞ。何の話だよ。もうおとなしくしろって。ほら、あとはトランクスだけだから。お前なんかスカートの前側盛り上がって。なんか生温かくて硬いものが。
俺のこれでお注射しちゃうぞ。マジでやめろ。あ、終わりです。はい。